こんばんは。星空ガーデンへようこそ。今夜は星々の物語に耳を傾けながら、心と体をリラックスさせて穏やかな夜の時間を過ごしましょう。途中で眠ってしまっても構いません。ゆったりとした気持ちで星々が語る物語に耳を傾けてみてくださいね。まずは夜空の旅に出る前に深呼吸をして一日の疲れを手放していきましょう。鼻から深く息を吸って、ゆっくりと口から吐きます。息を吐くときには吸う息よりも長くゆっくりと吐きます。ゆったりとした呼吸を続けることで心が次第に穏やかになりリラックスできます。自分の感覚に意識を向けてみましょう。聞こえてくるもの、床に足が触れている感覚、香りなど、今感じている自分の感覚に意識を向けていくと、次第に頭の中にも静けさが訪れます。息を吸うときにはお腹が大きく膨らみ、息を吐くときにはお腹が背中の方へと近づいていきます。体全体で呼吸しているかのように、吐く息とともにストレスや不安を星空に手放していきましょう。息を吸うときには星々のキラキラとした光が体全体に取り込まれていきます。ゆっくりとした呼吸とともに緊張がほぐれて、全身に星々の輝きが通り抜けていきます。夜の静寂とともに心にも静けさが訪れます。今、星空が広がるゆったりとした時間の中にいます。夜空の星々にははるか昔から伝わる物語があります。今夜は行動十二星座の一つ、お羊座の物語をご紹介しましょう。お羊座は3月21日から4月19日生まれの方のお誕生日星座です。
かつて古代ギリシャのテッサリア地方にはアタマスという一人の王がいました。王には妻である雲の妖精ネペレーとプリクソスとヘレーという二人の愛らしい子供たちがいました。しかし時の流れとともに王とネペレーの間には深い溝が生まれ、王はイーノという女性を新しい妃に迎えます。イーノは初めのうちはプリクソスとヘレーを可愛がっていましたが、やがて自分の子供ができると二人を邪魔に思うようになり、恐ろしい計画を練り始めます。ある年の夜、イーノは麦畑にまく種をすべて火で炙ってしまい、芽が出ないようにしてしまいます。何も知らない農民たちはその種をまいて世話をしますが、全く芽が出ません。この年は大変な凶作となり、人々は飢えて苦しみました。そこで王は占い師たちに大神ゼウスの神託を伺わせることにしました。ところがその占い師たちはすでにイーノに雇われており、嘘のお告げを述べるように言われていたのです。それは前の妃の子供であるプリクソスとヘレーを神ゼウスの生贄に捧げよというものでした。王は迷いましたが、すでにイーノはそのお告げを国民に広めていました。子供たちの命が狙われていることを知ったネペレーは神ゼウスに子供たちを助けてほしいと願います。そしてゼウスから一頭の黄金の羊を受け取ります。生贄の儀式でプリクソスとヘレーが祭壇に登り命を落としかけた、まさにその時黄金の羊が空から現れて子供たちを背中に乗せると再び空へと舞い上がり、彼方へと消えていったのです。黄金の羊は二人を乗せて海を渡り、ギリシャからはるか遠くにあるコルキスへと向かいました。途中ヘレーはあまりの高さに目がくらんで海に落ちてしまい、プリクソスだけがコルキスにたどり着きます。無事コルキスに到着したプリクソスは神ゼウスへの感謝の印として黄金の羊を神殿に捧げてゼウスのもとへ返してあげます。その後羊は功績が称えられ星座になりました。後にプリクソスはコルキスの王の娘と結婚し幸せに暮らしたそうです。お羊座は秋が深まる頃に夜空に見える星座です。お羊座が後ろを向いた姿をしているのはヘレーが海に落ちた時に心配して何度も振り返ったからだそうです。今夜はお羊座があなたの穏やかな夜を見守ってくれるでしょう。お羊座の優しい星の光に包まれておやすみなさい。